バスケアさんそう。どうもバムです。今日はブルックリネッツで渡邊雄太選手のチームメイトとなっているミケル・ブリッジズの動画です。彼はつい先日あのケビン・デュラントとトレードされた選手の一人。しかしネッツに行くとすぐにキャリーハイの45得点をスコアし、その細長い体つきもプレースタイルもケビン・デュラントを彷彿とさせると話題になっていた選手。ですが実は彼、アメリカではウォルマート版 KD と呼ばれていたような時期もありました。ウォルマートっていうのはつまりアメリカの総合ディスカウントストアみたいな感じで、彼はケビン・デュラントの安いバージョンみたいに言われていたこともあったんです。このウォルマート版何々っていうのはアメリカでは結構頻繁に使われていて、ディスだけどまあ軽いブラックジョークみたいな、まあ日本で例えたらドンキ版 KD みたいに言われてたわけよ。だけどその評価を超えて一人の選手に、そして現在はブルックリネッツの次のスター候補になってるミケル・ブリッジズ。実はミケルは現役選手で NBA ナンバーワンの記録を一つ保持しているんですが、まあそれも予想しながら今回はブルックリンネッツでの新たなミケルの背番号1番にちなんで1万いいねをこの動画のゴールとして頑張っていこうと思います。本編に入る前にチャンネル登録もよろしく。では、1996年8月30日ミケル・ブリッジズはペンシルベニア州のフィラデルフィアに生まれました。現役 NBA プレイヤーの中で最長の連続出場記録を保持しているミケルは、大学での3年間、そして NBA の試合を一度も欠場したことがなく、その理由は彼のお母さんにありました。父親は幼い頃に家族を離れていったため、シングルマザーの家庭で育ったミケル。お母さんはミケルを19歳で出産し、大学に通いながら働き、家に戻って夜にはミケルの宿題を手伝い、本を読んであげ、3時頃に就寝して再び仕事に向かうという生活をしており、シングルマザーとしての母親の頑張りを間近で見ていたからこそ、ミケルは骨折したり本当にコートに立てないことがない限り、自分は絶対に試合を休まない、そうやって育ててもらったとコメントしています。自分が行きたいレベルに行くには努力しなければいけないことを母親から教わり、そしてもう一つ、彼が母親から授かったものはその長い腕でした。198センチの身長に216センチのウィングスパンを持つミケルは、その腕の長さで常に相手のスーパースターを任される NBA でもトップクラスのディフェンダーへと成長していき、オフェンスでもその長い腕は打点の高いジャンパーやドライブからのフィニッシュ力の大きな助けとなっており、自分は長い腕が嫌いだったと言っていた母親ですが、その腕の長さは息子のミケルにとって最大の武器となりました。ミケルが尊敬しているのは NBA 歴代最高のスコアラーの一人であるケビン・デュラント。地元フィラデルフィアの高校でミケルは初めはわずか 1.5 得点平均のロールプレイヤーでしたが、そこからチームで2度キャプテンを任され、最終学年には平均 18.5 得点に加え 2.4 ブロック 3.2 スティールを記録し、オフェンスでもディフェンスでも輝くポール・ジョージや、その腕の長さと同じ身長からカワイ・レナードのようなスタープレイヤーになるポテンシャルがあると期待されるほどの選手へと成長し、地元フィラデルフィアの超強豪ビラノバ大学へと進学していきます。このビラノバではジェイレン・ブランソン、ジョシュ・ハート、ダンテ・ディビチェンゾといった NBA でも活躍していく選手たちとチームメイトとなったミケルですが、当時198センチながら体重は77キロ、入学当時はまだ細すぎたため、チーム1年目のシーズンをフィジカル不足という理由でレッドシャツを言い渡され、つまり1年間試合に出られない練習生になることとなってしまいます。チームメイトはレッドシャツを言い渡された瞬間のミケルの落ち込みや目に涙を浮かべていた姿を覚えていますが、多くの選手が不平不満を口にする中で、ミケルはエゴを抑え、試合に出ている選手たちよりもジムに残ってトレーニングを積み重ね、1日の食事を5食に増やし体を作り上げていき、なんと77キロから95キロに体重を増やしながら、体脂肪率は 9% から 5% に減らし、細長いフレームに鋼の筋肉をつけ、最後にはデッドリフト204キロを上げられるビラノバでも一番の力強い選手に。この努力があり、ついに2年目にビラノバのチームでデビューを果たし、ロールプレイヤーながらそのボールにダイブする姿はビラノバの伝説的な選手であるデュエイン・マクレインに例えられ、チームのディフェンスの鍵となったミケルはマクレインの1985年の優勝以降初となるビラノバの NCAA 優勝に貢献します。はじめはロールプレイヤーだったミケルは3年目にはチームのオフェンスにも欠かせない選手となり、ジェイレン・ブランソンに続くチームで2番目のスコーラーへと成長し、平均 17.7 得点、フィールドゴール 51.4%、 スリーポイント 43.5% と大学バスケ最高の 3&D 選手の一人として、2018年、自身2度目の NCAA チャンピオンに。そして2018年の NBA ドラフトで、なんと彼の地元
フィラデルフィア 76ers から1巡目10位でドラフト指名されていきます。練習生から NBA で1巡目指名を受けることとなったミケル。自分をずっと支え続けてくれた母がいる地元フィラデルフィアでドラフトされることよりもミケルにとって嬉しいことはなく、シクサーズから指名を受け母親と抱き合ったこの瞬間は彼の人生最高の瞬間になるはずでした。しかしこの指名の直後にミケルはシクサーズからドラフトデートレードでフェニックスサンズに行くことが決まり、地元のチームで母親の前でプレーする夢をつかみかけていたミケルはこのことに大きなショックを受けました。しかし母親とは離れたものの、ミケルはこのフェニックスサンズで自分の父親のような存在と語るモンティ・ウィリアムスと出会うこととなります。モンティ・ウィリアムスは2010年以降10年以上プレーオフから遠ざかっていたサンズのカルチャーを変えたコーチ。ミケルにとって2年目の2019-20年のシーズンにサンズをレギュラーシーズン最後の8試合全勝に導き、彼のニューオーリンズ時代の教え子クリス・ポールを迎えた2020-21年のシーズン、モンティはサンズを51-21に導き、コーチオブザイヤーに。モンティはミケルにプレイヤーとしての自信をつけてくれたコーチでした。この3年目のシーズンにミケルも平均得点を大きく伸ばし、さらにディフェンシブプレイヤーオブザイヤーの候補に。2021年の NBA ファイナルにまで勝ち進み、この年は惜しくも敗れたサンズでしたが、翌シーズンが始まる前にモンティはミケルにオフェンスのサードオプションを任せたい、彼ならできるとサンズが上に行くためにミケルの成長を促し、このモンティのもとミケルは毎シーズン得点とアシストを伸ばしていきました。2021-22年のシーズン、サンズは64-18とファイナルに行った前年をも超える NBA ナンバーワンのチームに。それでもモンティはミケルに Never lose your spirit、 情熱を失うなという言葉をかけます。お金を持ったり成功すればもういいかなという気持ちが襲ってきますが、最初の情熱を常に持ち続けること、これはミケルが今でも一番大事にしている言葉だそうです。クリス・ポール、デビン・ブッカーという2人の支配的なボールハンドラーがいるチームで、ミケルに求められていたのは相手のベストプレイヤーを守ること、そしてキャッチ&シュートとカウンタードライブ、主にロールプレイヤーとして使われてきましたが、デビン・ブッカーが怪我で多くの試合を欠場する中、今シーズンブッカー抜きでの31試合のスパンでは平均得点を 19.4 得点と20点超え平均のポテンシャルを見せていました。ここにブッカーが戻ってくれば自分たちは最強だと語っていたミケル。そんな時にミケルはサンズがケビン・デュラントを獲得するためのアセットとしてブルックリン・ネッツへとトレードされることが決まってしまいます。チームメイトを愛し父親同然のコーチがいるサンズにずっと残りたいとまで言っていたミケルでしたが、 NBA はビジネス、残酷にも優勝のための最後のピースであるスーパースター獲得のために彼は放出されることとなってしまいます。モンティは NBA のビジネスのサイドは理解していても感情はもちろんついてくる、ミケルは自分の家族のようだとまで語り、最後に恩師のモンティとハグし、ブルックリンに旅立っていったミケル。この新天地でミケルはプレイヤーとしてまだ見せていなかったスキルを存分に見せつけていきます。ネッツでデビューを果たしてからわずか3試合目、マイアミヒートとの対戦でミケルはキャリアハイの45得点をスコア。相手のエリートディフェンダージミー・バトラーにガードされながらもワンオンワンからスコアしていき、キレッキレのハンドリングからバトラー相手にアンドワンを決めるシーンもあったミケル。多くの人は今までめったに見せることのなかったミケルのハンドリング力に驚きを隠せませんでしたが、これはサンズの頃まだドリブルからのプレーに自信がなかったミケルに、ハンドリングさえ上がればまだまだ上に行けると、夏の間ずっとミケルのハンドリングがタイトになるまで練習に付き合ってくれたサンズのコーチングスタッフとのオフの努力の賜物でした。サンズの頃からの3を決めた後の3本指ピストルセレブレーションをブルックリンでも決め、その打点の高いジャンパーや振り幅の広いクロスオーバーはケビン・デュラントのようであり、ロールプレイヤーだった頃に培った得意のオフボール力で簡単に点を取っていき、ディフェンスでは相変わらずの長さを見せつけており、この試合45得点8リバウンド5アシストという超オールラウンドな活躍を見せたミケル。ミケルのこの隠れていたポテンシャルに気づき、ドラフト1巡目指名権を5つミケルとのトレードに持ちかけるチームもあったほどだったそうです。現在26歳ですが、このエースの役割を与えられるのはネッツで初めて。選手の寿命が伸びてきている最近を考えれば、ミケルはむしろこれからまだまだ成長が止まらず、同じプレイヤーでも環境の変化だけで大きく変わることは、今年で言えばオールスターに選ばれたユタジャズのラウリ・マルカネンが証明しています。視聴者の皆さんはミケルはこれから NBA でどれほどのスタープレイヤーになっていくと思いますか？
ぜひコメント欄で教えてください。前回のマック・マクラングの動画での MVP コメントはこちら。森山和樹さん、チャンネル登録ボタンにダンクしてみたら画面バキバキですわありがとうな、チャンネル登録。ということで今回はミケルのスリーポイントセレブレーション、みんなの長いウィングスパンを使ってチャンネル登録を決めてくれというわけで最後までね、見てくれてありがとうございました。このウォルマートマン何々っていうジョークをね、覆した選手、僕次の動画でも紹介していこうと思うんで、ちょっとプレースタイルが似てるレジェンドと比較されているような現役選手、みんなもね、次の動画予想しながら楽しみにしておいてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。